皆さんこんこにちはトマです今からね飲みに行ってくるんですけどその前にねもうすぐ3,000人登録達成なんですけど最近ね伸びるペースが遅くなっててあと60人なんですけど確か2ヶ月前ぐらいにあと100人やったんですけどこの12ヶ月で40人ぐらいしか伸びてないんで大体ねいつも1月100人ぐらい伸びてるなっていう状況なんですけど、まあ、この2ヶ月ちょっと。 遅かったっすねうんちょっと遅かったですねまあでも気長に待ちましょうってことでほ、まあ、本当にねいろんなこう二十歳ぐらいから始めて継続してきて、まあ、やっと3,000人なんでね、まあ、その第一線で頑張ってる人からしたら、まあ、大したことないたがが3,000人なんですけどそれでも YouTube 内で上位6%らしいんで。 まあ結構ね、まあ客観的に見ると頑張ってるんじゃないのかなって思うんで、まあこれからね、まあ3000人達成した後は、まあ1万人目指して頑張りたいですね。まず5000人かな。うん。なんかね、統計ではないけど、YouTuber の、まあ自分より後に始めた人とかのこう登録者の伸びとかをこう見とくんですよね。こう結構見て勉強するんですけど、 3000人からね、5000人の時に一気に伸びるポイントがあるのかなっていうのが、僕の中の予想であって、だからとりあえずは3000人を超えることっていうのが、まあ一番ハードルが高いのかなと思って。だからこう、統計があって、で、パーセンテージがあるんですけど、例えば1000人が上位15%、で、3000人がもう上位6%、5000人が上位4%、1万人が上位2%ってね、あるんですけど、 このパーセンテージの差が、1000人から3000人がね、この1万人の中だったら一番大きくて、えっとね、5000超えたら2%ずつ上がっていくのに対して、5000、4%、で、1万2、2%か。で、3000人から1000はね、えっと、どれくらいあるやろ ?7 ぐらい差あるんですよね。ってことは、その統計から見ても、そこにね、こう、頑張ってる YouTuber の人らが、 いいっっっぱい集まててるってことなんで、まあ、その人たちとねもうちょっと差をつけないといけないなと思って、まあ、そこを抜け出したら、まあ、どんどんね上がっていくと思うんでまあ1万人まではそこが一番の山場かなと思うんですよね。まあその1,000から3,000いくより多分5,000から1万いくより、まあ、1,000から3,000にいく方が難しいのかなっていうのは、まあ、僕の予想なんで、まあ、それが当たってくれたらいいなって思いつつ単なるね 統計見て自分で予測しただけなんで、うん、まあどうなっていくのかなっていうだけなんですけど。あとはね、自分がもうちょっと魅力のある人間になりたいなってことですね。うん。正直喋らなくても登録してくれる人はいるんで、うーん、まあ他の YouTuber はね、それぐらい顔が可愛いとか強いとかね、顔が強い、顔が可愛い、かっこいい。あとは、うん、トークが面白いとか、 までも僕、遠く面白い人間ではないので、まあ、僕の出せる最低限の、まあ、最高というか、まあ、最低ね、出せる範囲がまあ日常なのかなと。であんまり日常を上げてる人がいないので、うんまあ、普通の日常の、例えば、米を飛びどうだけでも、鏡を見飛うだけでも再生されるのはそのおかげですよね。やってる人が少ないっていう。やってる人がまた多くなったらね、再生数も落ちるやろうし。うんまあ、それがあれなんですけど。 まあこれからね、どんどんこう、伸びてきたら、もっともっと馬鹿にされると思うんで、まあそれに負けずにと、あとは今応援してくれる人をね、大事にしたいなっていうのと、あとは、本当にね、まだまだ勉強不足なんで、うん、まあ僕はコツコツね、やっていくだけかなと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。早くね、3000人来てほしいですけどね。うん3000人ね、実はこう、伸び幅的に、 去年ね、バズって、えっとね、1ヶ月で多分300人ぐらい伸びてた時期があったんですよね。ほんまにバズって。で、ね、その時にね、去年の12月には行くと。去年かな一昨年か。一昨年の12月には3000人行くと思ってたんですけど、3000人行くまでにね、2000から3000人行くまでに、まあ1年ちょっとかかったなっていうので、まあちょっとね、自分の中の予測とは違うんですけど、まあその、YouTube って、 トップ層がね、ほぼほぼ再生数持っていってるなと思うんで、多分ね、再生数の上がり多分こうやと思うんですよね。で今は中間層の中では多分されてる方やと思うんで、どんどんね、こう持っていけるようにね、チャンネルに勢いをつけたいなと思うんで、今勢いがなさすぎるんでね。うんまあ、勢いが来たら自分が出す動画に価値が生まれるんで、うんまあ、その状態を作りたいですけどね。今はこう客観的に見て、 価値がある動画しか飲ないんですけど、うんまあ、その自分自体にね価値が上がる瞬間がやっぱどっかにあると思ってるんでそれまでの辛抱ですねそれが1年後なのか2年後なのか、まあ、3年後なのかもう YouTube やめてる時なのかどれか分からないんですけど頑張っていきたいと思いますんで皆さん応援よろしくお願いします飲みに行きます